広島に来てるんですよね。まあとにかく外国人のね、観光客はいいのはいいんですが、マナーが悪い。神社なんだから静かにしなさいって話で、まあベトナムかな、あまりにうるさいから参拝する人に迷惑だから、まあ、本当に丁寧に静かにしなさいというのは言いました。ただまあベトナムの人にさ珍しくおーっつって I'm sorry なんてことを言って、まあ、共有してましたけどね、まあ、一時は静かになりましたよ。でもねチャイナもうるさい。もともと声がでかいしね、あれはね徹底的に教育した方がいいですよね。で観光客も入れる必要はない、うん、大してインバウンドないんだし、ただ日本を乱すのね、だけです。で観光立国なんかね、国として最終手段でやることですから意味何にもないですからね。あと看板、チャイナの表記、電車の表記ね、あれチャイナの文字が出て意味わかりません。あとハングルね、いらないです。たった、4,000〜5,000万のために全員日本に来るわけじゃないし、あれとっとと消した方がいいですね。日本語学んできなさい。